こうやって、こうやってやってる。パスして。まあ、これでいいね。こっちです。ここに刺す。ああ、そうです。これがこのシュート。で、やっぱシュートはね、繊細なものでもあるから。スパスして。上に今このことで出す。それをそのまま同じ打点でいい。プッシュパスは違うの、まあ、こうやって、こうやってやってる。プッシュパスして。そのままボール上に。そうそうそう。プッシュパスで。盛り上げる。今のシュート。同じ感じで。そうそう、スパス、スパス、ね、やばい、ほら、シュートも、あー、シュートスパス、俺じゃん、スパス、同じやん、スパス、スパス、あ、どうそれでいいです、スパス、これシュートに、シュートにしちゃう、集中しちゃって、シュートに、スパスで俺やん、これでやりたい、どうぞどうぞ。あ、そう、プッシュパスで終わりに帰る。はい、俺がこの辺にプッシュパスを。プッシュパス。プッシュパス。プッシュパスで終わりに帰る。プッシュパスで終わりに帰る。こっちでスパッと終わりに帰る。あ、そうです。これが拳。飛ばすようになってから、あとは右側に。はい、ずっといい。だって、すごい。腰から。で、今は、例えばシュートはね、繊細なものでもあるから、まあ、一人一人違うから、まあ、こういうのをシーズンオフとかに取り組むのがいいと思うし、試合直前だったら、まあ、今までやってきた練習で使った方もやる。最近のシュースコンとか入るのそれはどうですか？まあ、俺はもうトレーニングして、トレーニング体を強くして、上半身も打っちゃってるし、下半身も打ってるし。で、一個弊害だったのは、シュートさんにトレーニングさんこうやってケツを出せってやるの、うん、ウェイトの負荷のかけた腰はお尻をこうやって出したそのまま効くの刺激が入るんだけどシュートの時にあんま上手い人はこういうシュートとしてあんまりいないこれ次何があるのこっから上げる時上半身がブレる上手い瞬間は、もう、ちょっと膝前で、もう上半身と、どんな動きしてるか、立ってるぐらいで、そこを、俺は結構今、浅い角度のフロントスクワット。こういうので、これぐらいしか曲げないんだけど、ケツも入っているので、それを作れる。シュートスクワットみたいな。そうそう。昔やっぱ、大学で。確かに。こうなって。バスケットは、起きてからだよね。こういうふうに。なるほど。ここが変わったから。まあ、まだ変わってる途中だから。結果は合わせる。